カリロエは木星の第17衛星である。1999年10月19日にアリゾナ大学の小惑星探査プロジェクトであるスペースウォッチによってキットピーク国立天文台での観測で発見されたが、この時は小惑星として認識され、国際天文学連合から小惑星のカリフ号 1999UX18 が与えられた。 その後2000年7月18日に同じくアリゾナ大学のティモシー・スパールらによって木星の衛星であることが確認され衛星のカリフエ s 1 9 9 9 j 1が与えられた。天球上での動きが遅くまた太陽周回軌道では観測された位置をうまく説明できないことから木星の衛星であることが判明した。2002年10月22日に ギリシア神話のオーケアノスとテーティウスの娘、カリロエにちなんで命名され、ジュピターセベンティンという確定番号が与えられた。カリロエの見かけの等級は20.8であり、アルベド0.04と仮定した場合、カリロエの直径はおよそ 8.6km と推定される。また、密度を 2.6g ラム毎立方センチメートルと仮定した場合、 質量はおよそ8 7 0 1 4ラムと推定される。カリロエは木星から2300万から2400万キロメートル前後の距離を逆光軌道で降転し、軌道傾斜角が145度から158度程度の不規則衛星のグループであるパシファエ群に属している。2002年にマゼラン望遠鏡を用いてカリロエの観測が行われ、色指数が B。 V=0.71 イコール、V=R=0.50 イコール、V=I=1.02 イコールで淡い赤色を示すことが判明した。これは同じパシファイ群に属するメガクリテと似た特徴だが、グループで最も大きいパシファイは灰色をしており、異なる特徴を持つことが示唆されている。名応星探査機のニューホライズンズが木星をフライバイする際の2007年1月10日に、 機器の調整として仮ロへの撮影を行っている。ありがとうございます。